なんか怪しい動きしてんなお前こら。誰だ。怪しくない。誰誰誰。怪しくない。怪しくない。あい探してたの探してたの。なんで。いやだ怪しい。いや赤探してんの今。部屋につけられる。部屋につけてどうすんのやろな。わかんないです。なんか待ち合わせ場所とかに使うんですかね。あ。おはようございます。はい、お願いします。はい。はい、誰ですか。コークでーす。またディフェクターだわ。おお。見ましょう。おおおおおお。いや違う。あれ、どっちか怪しい？ああ、ちょっとトラッカーうまくやる。ウッドさんか？アタリアですね。左下横線あ、俺トラッカー石下の方にあるんだ。まだトラッカー下、はい下っていうか、あの今みんなが殴ってるとこ。んトラッカー何人いんのこれ。トラッカー最大2人、ね、2人っすか、うん、すげえな。俺スカウトっす、スカウトっす、ワーパーです。お石もらいます。4分の1俺左下下ってことでしょ。またスカウトなんだ。んスカウト、スカウト2回目ですね。俺もスカウト。スカウトって何。え、スカウト何人の。スカウト初期第1はスカウト3人か。第1行きます。第1行く。第1左か。数字はめんどいな。また数字な。いや、数字以外がいいなと思って。数字めんどいよ、ね、これはこれは、うん、あ茶色8、赤8ですね。茶色8、茶色8とか茶色8チェックするんでしょ。茶色8、赤8です、ね、大丈夫ですって。じゃ あ、どこ開けよう。ここ下、ね、下に、下に。おお、ちょうどどっか、どっか行きましょうよ。ちょっと俺数字ちょっと分かってないんで。数字じゃないよ。あ、今回は茶色8、赤8ですね。開けて、開けて。さんが押せない。ごめんごめん。あ、ええお、国人さんがなんか真っ先に入ってきた。ちょっと、ちょっと。え、じゃあ、これさ、めちゃめちゃ作りまくった石とか、あれ一周回って偉いだろ。見た誰にも渡さない。茶色と赤や。茶色と赤や。茶色と赤他の部屋探す。バック作った、バック作ったよ、これ。お、早いね。俺も作りてんだけど。川が3必要、川が3必要。多分上に小屋あるとこ。川さん茶色に。あ、誰か開けたね。プシューって言ったよ、プシューって言ったよ、誰。プシューって言ったね。俺多分あの梅ちゃん、梅ちゃん。あれ俺あのヘルプとか。めっちゃ動揺してたけどな、なんか。いやいや、おかしい、おかしい。俺怪しいな、おい。大丈夫ですか。いやこれシュートのが危ね。あ、だめ。大丈夫です。います、います。なんだっけ、茶色8、赤8。肉も焼けよ。いちいちここに落ちんの。シュート。箱あった、箱ねえよ。なんか殺さない？ちょっと怖い、なんか怖い。ここは何個かあったよ。え、今の黒人さんだと、なんだと。いや、探してる。黒人ケースケじゃない？黒人ケースケが探してる、探してる。ちょっと黒人ケースケ。武器、武器構えてますよ。俺も構えてますけど。いや、構えてないよ。焼いとるやん。俺だけだよ、すでに。俺だけだよ。信用できない。はい。今、間違えた。俺も間違えてた。シュートの喋りかけたの間違えてた。あれこれトラッパーなんで上がんないんだ。オッケーオッケー。これ全然ね。あ、ちょっと待って。箱がない。あの、あれだよね。あの、部屋ないよ、部屋。あ、あと木切れば多分いけますよ。あ、木でいける？木でいける。じゃあもう木切っちゃう。赤が当たんないですね、赤が。赤が当たんない。赤、え、赤必要だろ？俺、赤なんだ。赤。赤、チェリーだ。上げた方がいいんじゃないじゃあ。そうですね。ただこんなにじゃないと多分。ケイさん、俺ぶっこ抜いて逃げますわ。あと3人で行く？オッケー。俺も5個持ってるから赤。あ、抜いちゃって。なんか怪しい動きしてんなお前こら。誰だ？こいつら。怪しくない。誰？怪しくない。怪しくない。あい探してたの、探してたの。なんで？いやだ、お、怪しい。いや赤探してんの今。
赤もチェリー切った方が早いよね。チェリー切るわ。腹減っちゃった。ロックね。入れちゃっていいのこれ。あ、サコさん。サコさん、左に箱がありました。あと、もう一個ですか、もう一個ですか。正解見つけました。正解見つけました。正解。箱じゃない、あの、なんだっけ、あれ、あの部屋があった。ああ。部屋開けに行こう、部屋開けに行こうよ。いや、まだ一個も入ってない。開いてないか。正解 WS、 正解 WS です。正解 WS。第2名。OKOKOK。俺、ウサギだから今ぶっこ抜きたいです。今ぶっこ抜きたいです。今抜けた。あ、今してない。常に武器持ってるの怪しくないですか？しかも、ピッケルなんですよ。戦闘する気もあったよ、ここ、あったよ。はい。あ、開けろ開けろ。探していた。もうすぐ怪しいもんな。ね、いや、怪しいんだろ、お前の武器は。あと何取るんだっけ。茶色いパン。赤と茶色。なんかこれあった、食べよう。赤と茶色、ね、茶ゲ2個ずつゲットしました。茶色、じゃあ赤、赤6、茶色3。オッケー。あ、じゃあもういけますね。いけるね。じゃあ入れに行っちゃう。あ、まあ、入れちゃう。向かいましょう。向かいます、向かいます。怪しいやつだ、これ。ウサギが終わってから入れへん。ああ、そうする。俺茶色誰だ、俺入れていいですか。俺も入れるわ、俺も入れるわ、俺も入れる。あの、今入れない方がいい。ウサギが終わってから入れよ。入れない方がいい。誰が抜いたか分かんなくなるから。分かんなくなる。ちょっと待って、まだ入れてないんだ。まだ入れてないんだ。なんでかっていうと、なんでかっていうと、俺、正解ルートを言えるから。左下。いや、俺も言える、俺も言える。左下。え？さっき言ったの。じゃあ俺入れていいですか？いいよ、入れていいよ、入れていいよ。俺、茶色分かるんで、そこは俺も言えるから。で、かぶせる意味ある。だから、あの、俺は、あ、そう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 。茶色、赤、俺らで6あります、6。赤6入れた。本当に入れた？待て。赤山のようにやるみたいな。今絶対やるな、今。ちゃんと入れたよね。赤入れたよね。見て。この怖い人、この怖い人。赤。じゃあ、この場から離れようとするやつは絶対殺す。あ、全いるな、全いる。だから、なんか、あと何？確認して、確認して。抜きづらい、抜きづらい。赤見てきますよ。確認して。たぶんチョコさんと梅さんね。確認して。見て。持ってない、見ろよ、マジ見ろよ。お前シュート、まじゃシュートじゃない、フードか。お前殺すぞ。お前ほら、俺ないだろ、俺。ちょ、フード、お前だって絶対こいつ、絶対フード。絶対フード。シュートなんだよ。絶対おかしい。カズ元に戻す。シュートなんだよ。ちょ、返して、俺返して。コミュニケーションやら、コミュニケーションやら。絶対おかしい、絶対おかしい。ちょっと、マジ、ちょっときつすぎる、これ。ごちゃ。これ食って、これ。はい。絶対おかしい。ごめん。絶対シュートとフード、これ、俺、シュートとフード殺したいですよ、これは。提案です、提案。シュートとフード殺しませんか。シュートと献上しろ、お前、俺らに献上しろ、俺に献上しろ。おい、シュート、こっちから献上しろ、なんか俺に。回復持ってこい、回復を。シュートは大丈夫そうだよ。回復持ってこい、回復へ、早く。回復を持ってこい、回復を。おかしいだろ。俺、抜いてねえもん、だって。ちゃん、見るぞ、俺見るぞ。あ、ちょっと寒いな。寒い。焚き火ない、焚き火。サコさん、チョコ抜いてない、チョコ。ちょっと焚き火誰か、焚き火誰かやって。ヨコちゃん、ちょっとアイテム落としてよ。焚き火誰かやって。肉入れます。肉ちょうだい。ほんまに、こっから焚き火使うわ。ちょっと寒すぎ。みんなで戻んない。怪しいから。肉どいて。ちょっと拾いな。肉拾いて。小木さん、俺、医療キット作ってきます。おい、ちょっと作ってきて。ちょっと、なんでまだ治ってない。
茶色が足りないんですか。いや、見て見て見て、何が足りないの。4発だったんですけど、減ってます。茶色が言うのやってない。茶色が4発。茶色減ってんじゃない。ここで確認する、確認する、確認する、確認する。確認してきた方が確認してるじゃないの。国民が確認するの怪しくね。いや、大丈夫大丈夫。四八の四八は、八回が上げてくるわ。減ってる。コンプリーが取った。え？八四なのに取った。バーカバーカバーカ！バカ！バカ！バカ！落ちてるな。バカ！バカ！あいつできんだな。ちょ、俺ちょっと。ゴムバカ！俺とシュートで殺そうぜ。あいつ。あいつ絶対殺そう。あいつだけは殺そう。俺ホットパイあげたのにな。あれで肉あげたのに。あ、クマクマクマいる。クマいけ。黒人を食え。クマ。こっち行ってないよ。クマ。でも、そうそう。本当ですか、危ねえ。めっちゃ逃げるやん。いや、3人ならね、多分終える。左。あ、オッケーオッケー、回る。バーカ、お前らいいのか、いいのか、お前ら本当に。取れた、取れたとかじゃない、お前だけは殺す。いいのか、みんなに迷惑かかるぞ。取れたとかじゃない。梅原さんが怒るぞ、いいのか。いいのか。足。はい、回り込んだよ、回り込んだよ、俺。すでだといける。はい、戻った。いける。おい、ぶつかっちゃった、今ね。ああ。惜しい。俺ぶつかったわ。もうちょいもうちょい。はい、もう木の看板。はい、終わった。はい、終わった。黒人さん。はい。いやいや、これね、大丈夫。いつか閉じ込められるから。いつか追いつく。ああ。キャラコンで。はい、終わった、お前ら。はい、いいのかな。いいのかな。いいのかな。お前らいいのかな。時間稼いでるぞ。俺のタイマー上がってるぞ。いいのかな。いい、邪魔なことしてるぞ、お前らは。本当に無駄なことしているぞ。大丈夫か？どっち逃げるの？いいか？もうちょっとで画面端だよ。いいのか？ちょっとごめんなさい。いけ、シュート。ナイス。はい。ごめん、キスやった。キスやった。今ホットパイ食ったもん、帰ってよ。キスやった。キスやった。てめえ。キスやった。ごめん。やられた、時間なんか稼いだ。ごめん。すまん。帰ってホットパイ。Lで死んでる。Lの端っこで死んでる。Lの端っこ。終わったー。さあ、医療キットを持ってくれ、どうする。医療キットをあげるよ。そう、マジで。じゃないですか。俺も死んだ。あ、ケイさん、ケイさんも死んでるの。終わってる。戻ろうぜ。終わったね、喪失に死んでんのかよ。いや、だからコークが取った後に、何個取られたかつって確認しに行って、ちゃんと取らないで、ほら見て、これだけ取られてるっつって、言ったら、お前怪しいなっつって梅原に殺された。抜かなかったのに俺。抜かないのに殺されたの。抜かなかったのに殺された。なんで?17 分か、さすがにやられたな、これ。あなた追放された。でもなんかシーフがね、俺、誰か盗んだらしいんだわ。ああ、そうなんだ。シュートだと思う、多分シュートらしい。うん。シュートが盗んだらしい。赤がその辺。ああ、面白かった。面白かった。シュート一人でいけるのかな。抜くの一番楽しいのかな。抜くの一番面白い。いやー、たまりますか。チョコがバラしやがった、いつも赤やろ。これなんか邪魔できんだよね、確か。邪魔っていうか、なんか、あの、アイテム取れんだよ、確か。多分ね、地面に落ちてるやつは取れるらしいですよ。左ですかね。大地直ってんのか。いや、これ多分無理。壊れてる。壊れてるやつは。妨害できるでしょ、これ。直せない。あ、僕はできない。うん。喪失に死んでるわ。やりました。やります。さっき上がったやつだった。ちょ、腹減ったな。あ、肉落とすよ。あ、マジか。あ、面白い。シュートよく取れたとったな。さすがっすわ。ビーコン。そう、では多分コントローラーで話しかけてくれないから、多分切れてんじゃないですか。一緒に行きましょう。ふこちゃん。はい。大肉？一回殺されて白ゲットしてから。物入れるんですよね。何かはちょっとまだ。あ、物か。シュートいけんのかな？一人しかねえんだよ。これあれ、黒人さんが積んだ武器あるんで一個あげますよ。あ、これチェリタロウでいけるじゃん。これ二人から。あ、ちょっと逃げてる。
シュート逃げてる、シュート逃げてる。みんなどこ行っちゃった？シュート逃げてる、シュート。今行けた、シュート。やっぱ行った、行った、シュート行った。見て。あ、行った、行った、行った。シュート。あ、シュート。シュート。トコちゃん、シュート。シュートやられた。シュートやられた。トコちゃん来て。トコちゃん来て。トコさん助けて。トコちゃん来て。シュート。じゃあ、はいはい。フードに、フードじゃねえ。シュートやられた。オッケー、オッケー、オッケー。お前何なんだよ。ナイス。なんだ？え、どういうこと？こいつチームだ多分。オッケーオッケー、え、さ、サンドルさん、サンドルさん、起こして、起こして、起こして、いや、サンドルさん、サンドルさん、サンドルさん、取れた、取れた、逆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 、いやいや、まぁ、F か、サコさん、シュート、シュートじゃ、あ、殺される、殺される、殺される、やべ、シュート回復してんだよ、ここがないと回復したな、うまい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 、サンドルフード、シュート、倒せ、リスト、ナイス、ナイス、バッグ、チェル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 俺人狼す取れた。え、なんで死んでんすか。心臓三つ食べちゃう。梅原に梅原にやられた。三太郎さんの心臓。あ、じゃあもう死んでんだじゃん。取れた二人。そうなんですよ。死んだ。だけどシュートがシーフで盗んで、シュートが今。チェリーとフートを倒したから。うん。あとでシュートがないじゃん。パハラが。三人ぐらい。今1対3ぐらいじゃん今。え、あ、シュートフ。あれ、サコさんも死んだ。いや、奥間に来る。あ、サコさん死んだ。死んだ。あれってことは、チョコちゃんと梅さん。なんだ、梅ちゃん。梅原死んでる。梅原死んでる。梅原死んでる。マジで？え、じゃあチョコ、勝ったじゃん。俺ら勝ち。ケンさん勝ったよ、俺ら勝ったよ。勝った。勝った。あとチョコちゃん。チョコ対シュート、1対チョコ。チョコ。チョコ対チョコ1人。1対1、気づいてない。殺しに行って。チョコ1人。え、黒人死んだの？死んだ、死んだ、死んだ。あのシュートとサントに捕まえられた。俺とシュートが追って殺しました。そんなとこ、そんなとこ。俺だって一個も。シュートどっち、シュートどっちですか。シュート多分シーフス、シーフ。あーで、俺とフード殺されて。なんこれ、切り替えってどうやってやるの。ここ一人だぞ。切り替えは R とか。俺の罠が効いてる。いや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 、シュートこやし。バグ、バグかな。あ、いや、そんな、チョコとシュートだ。チョコ、チョコ、チョコとシュートしかない。じゃあ、勝ちは全員冷やしに行くんだよ。これさ、どうやってさ、アイテム使うの。あ、看板か。開けるのかな。伝えようぜ、これ。全員冷やしに。まあ、守ろう。さすがに無理か。よし。本当、一人しかいないやったら。なんか、下げられてる。ここでいいか。なんでわかるんだ、あいつ。なんでわかるんだ、あいつ。なんでわかるんだ、あいつ。で、F だよ。俺、梅原さんがどこにいたかわかんなかったな。あ、第二とかやな。第二のとこ。お、やれ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 。もうちょい。ちょっと死ぬよこれ。え、シュート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 死ぬ？シュート。あははは。シュート死ぬ。シュート死んだ。お前バカ。シュート、お前何やってんだお前。いや、このクマ三人殺してんけど。やばいよこのクマ。やべえなこれ。ドクサ助けて。助けるわけねえだろ。え、こんなことある？ちょっと誰か、やべ、バカお前。誰か助けて。みんなこのクマで。全員死んでんだ。全員死んでんだよ。クマやっぱ強くなってるな。なんか諦めないで。前もっとすぐ諦めた。これ誰かいません？これ誰か。クマなんか一生かけてきますもん。誰か、チョコさん助けて。チョコさん。クマにやられるんだよ。チョコもやられるんだよ。チョコもやられるんだよ。このルートはやばい。チョコさん助けて、チョコさん。あ、Fか。チョコさん。全キルするクマじゃん。全キル。チョコさん死んじゃう。クマ全キルやねん。マジで。チョコさん。チョコさん。さあ。よし。死んじゃう。これ本当いくの？おお。こっちマニュアルこれ。チョコさんさ。いやだけど一人だからね。俺らルール。めちゃしたよい。俺らルール三人行かないとダメだから。チョコさんと俺だけやったんだこれ。違う。そう。素材が。チョコとね。そう。だけだった。私取ったことない。あのクマ3匹殺、3人殺してるらしいの人。やあれあそこのクマ強いっすよ。こいつやべえ、こいつやべえ、こいつやべえ。みんな死んだ。さあ、俺と海さんの一人舞台。俺とサコさん2人ばかりで負けたからね。これみんなで冷やして、押しよう、みんなで冷やして、押しようぜ。みんなで冷やして、押しよう、順番で、順番で。みんな順番で冷やしていいよ。食われた。ちょっと待って、どうしたらいいんだ。
ただのサバイバルアイテムがなさすぎるんだけど。シュートサンタロチョコ一生追ってきたからマジ腹立ったあれマジ。あれ追いかけたのあの後。あの後追いかけたんだ。追っかけて二分後ぐらいにちゃんと弾取ってやれましたわ。それはしつけえな。あれだけは許せなかったマジで。それはしつけえ。一回そうと思ってほっつこいな。一回ダウンして信用を勝ち取ったのにな。ね、脱出ポットはチョコがバラしやがったからなあいつお化けがくるくる回ってる一人でよしあいやでもさ俺久しぶりにさ疑わしいだけで人を殺したんだけどケイスケをあれひでえ俺白貯金しに行ったのによいや白貯金なんかねえよお前マジで挙動おかしかったからだって第一のさ裏側からさ現れるおかしいだろ絶対なんか変なんだよ行動がなんでそこに行ったのっていう梅さんが殺したんだみんなに見られてる感じそれサコさんだったら怪しまないだろ別にまあ確かになんか、ね、いやずっと黒人と一緒にいたし変だなと思ったんだよね、うん、あると思うけどなあこいつあくまあこいつ手出したこの時だ自殺に行った片人に行った銃撃ってる絶対ああクマ強いガオ全員やられたやっぱもうみんないなかったんですかそうクマ強すぎて誰もいないなと思った全員クマにやられましたクマに4人殺されたからあクマにクマ強すぎるか強すぎるクマが強すぎるでもこれ6時までねおじさん怪しいだけどあれ持ってなかったから安かったのか正しかったそうわらとねあのウサギになってうまいこと重なって怪しくなって俺わらと取らんかったんだよねでケイさんがケイさん取ったの取ってないの、うん、どっちなのあれいや取ってました6個持ってましたあケイさんは取ったんだよねで俺が見つかって俺ちゃんと持ってねえだろうとか言ってそうあのウサギの時にちょっと取ってで一回部屋の中に隠したんだけどさすがにバレるかなと思ってもう一回拾って、うん、で持ってないふりしてたんだけどコクが逃げた後にコク何個取ってったっつってもう一回確認しに行ってでああ取られてるわっつってちょっと数言うから同じ数だけあるかちゃんと見て俺取ってないからっつって、うん、で梅原に見せたら数はちゃんと合ってたんだけどなんか殺されたお前怪しいよっつって なんか正解だったそうえ空気的に俺本気に切れたと思った発言的にいや本気だと思いました、ね、いやえ多分本当違うんだなと思ったよ。あ本当に違うんだなと思って。本当にじゃあいや本当に切れたのだとちょっとおかしい。ちょっとそれまずいからちょっとやりすぎだった。ちょっとごめんなさい。あいやいや切れたとは思ってないよ。切れたと思ってない。いや本当のこと言ってそうだなって。そう本当だよ。だから書くなとか言ってる。あのね国抜きの最終奥義なのよそれ。マジでこっちが殺すわけにいかなくなる空気を作るっていうのが最終奥義だ。これ殺したら後でなんかすげえ気まずくなるかなと思って手を緩めるとあーかつて逃げていくっていう終わってますね人間としては終わってる